どちらです。正常化する前回の続きからやっていきたいと思います。今回ですけども、配合回、レベル上げ回ですね。悪魔ザイガスってやつ作りたいと思います。一応もうレベルをね、だいぶ上げときました。もう、上げましたね。これね、上げましたな。まあ、こんな感じで。まあ、一応レギュラーメンバーはこんな感じでね。もうレベルこいつ84まで上がってますね。まあまあ、HP も結構高くなったんでね。こいつも700から900ぐらいまで上がりましたね、HP。まあ、だいぶ強くなったんじゃないかと。いう感じ。まあ、箇所タップ取っとくか。よし、こんだけも上がればね、大丈夫でしょう。で、この絵も結構ね、まあ、プラス上がりましたよ。まあ、黒キャナムコは取っておきたいな。マテリアフォースはいらんかな。で、ここも賢さアップをね、取っておきたいですね。悪魔ザイガスの賢さアップね。で、これは結構いいんですよね。魔法ターンとか、フバーハ、ベホマラを覚えてるんで、これを悪魔ザイガス持たせておくと、多分、結構なサポート。で、こいつね、こいつも水の名手、もうすぐゲットできるんでね。まあ、アッパーと水の名手で。よし、じゃあ配合しますか。よっしゃ、レギュラー陣のサブメンバーですね。サブレギュラーがこれで完成しますね。よいしょ。まず、こいつと、どこだ？来た！悪魔ザイガス。いや、絶対強いやろ、こいつ。火ブレイク、爆発ブレイクか。火と爆発系の技があればいいけどな。これなんなん、このスキルは。お！来た来た、人爆発やん、これ、ちょうど。おー！人爆発両方持っとるわ、こいつ。メラガイア、イオグランデ。いいね、いいね。もう完璧やな、じゃあ。で、箇所タップ3ね。で、ノーマルパワー。これも出しておいて、回復ね。で、ラスト、マテリアフォースよりも、アタックカンタよりも、あ、どうしよう。ノーマルパワーで魔法カンタか。まあ、アタック、守備高いからええか。黒木花婿も出しておきましょうか。これ、腰の奇跡持ってるんでね。まあ、大事ですね、これ。よし、これでいきまーす。ほらよ。ザイガスさん、ゲッチだぜ。きたー。おー、いいね、いいね、いいね。なんか、ベビーサタンの進化系みたいな感じだな。ザイガス。いいね、ザイガスさん、いいね。デーモンさんやな、ほんま。デーモンさんですよ、これ。かっこいい名前できたやな、これ。デーモンやな。シンプルにね。見ろよ、このサブメンバーを。初期能力高えな、こいつ。これ絶対つながるな。オッケーオッケーオッケー。で、海坊主ももちろんね、まだこのままで終わらへんで、こいつは、海坊主は、プラス解放します。こいつもね、そこそこ、まあ、あれなんですけど、もっと強くしたい。ということで、この、どこだったっけな。金スマとね、合体することで、金スマじゃなかったっけ、何だっけ、誰か、あ、ちゃう、金スマじゃなかった。こいつだ。ボルケーノ、ボルケーノ。ボルケーノと合体することで、防衛本能と水系のコツをゲットします。で、これ水ブレイク、水系のコツ、ダブル持ちなんで、水の名手で、まあ、攻撃して、まあ、疾病返して、もしなんか変な状態値をかけたら、無効状態値をかけるというね、スタイル。で、あと防衛本能っていうのは、HP がやばくなった時に、耐性と守備力がグググッと上がるっていう、あれなんですけども、まあ、こいつはね、結構いやらしい動きができると思うんですよね。まあまあ、水の名手でしょ。んで、回復ね。これで一応ザウラルと、まあ、フバーハとか、これ守りのキルとかできるんでね、ここで。で、あとは、アッパーですね。もう、サポートとして、ま、立ち回るというスタイル。まあ、こいつも結構ね、まあまあまあ、ベンチの割には役立つんじゃないかというふうに思ってるんですよ。まあ、ベンチがやっぱね、最後強くないと、ボス勝てないと思うんでね。こいつ行ってほしいけどな。行けよ、お前。こいつやらしいシリーズですね。まあ、今回のやらしいシリーズとしましては、やらしい指先ですね。まあ、結構ね、無難な名前だと思うんですけども、これでいきます。よし。どうですか、これ。こいつと、まあ、バックにはこれが控えてるという感じですね。まあ、ここを入れ替えながら敵と戦っていく。この6体のモンスターでいきます。これがもうレギュラー陣ですね。OK。出尽くしました。てか、悪魔ザイガスなんか次いけるんか、これ。なんかいけるん、次。いけへんのかい。いけへんのかい。ザイガスさんいけへんのかい、次。でも悪魔ザイガスもなんか使えるやろな、多分これな。OK。ベテラン悪魔使い。よしよしよし。じゃあ、レベル上げますか。ザバランってね、どんな技？おー、溶けダメージね。敵一体か。お、ええやん、これ。ボス戦に使えるやん、これ。じゃあ、めっちゃ。HP 回復持っとくか。もうこれ全部いけるんちゃう？オッケー。で、デーモン。デーモンは、まあ、やっぱ攻撃、闇の波紋って何？お、いいね、いいね、いいね。これ、ええやん。お、敵の全ダウンか。ええぞ。いいぞよ。ノーマルパワーで魔法ターンを覚えときたいな、これな、これ。ベホマラーもあるんでかいな、この賢さ持ってのベホマラー。まあ、悪魔の呼び声。もうこの辺はいらんな、別に。あと、賢さ済みかな。まあ、この辺はレベル上げたら勝手に上がるでしょう。よし。
これをレベル上げればもう俺に資格はない。そうだろう。さてさてさて、妖怪魚とか邪魔やなこいつ。空中かデーモン、カッカ。レティース、ファミコンどっか一応レティース。よし、おお、いいね、かっこいいな、ザイガス。ええやん、こいつ。かっこいいやん。こいつちゃん、ライブラリーなんて書いてあるの、こいつ。ライブラリー。悪魔タイプやろ、こいつ。悪魔属性か。悪魔やろ、ザイガスは。あった。生息地不明。守備とやっぱ賢さがすげえ高いな、こいつは。悪魔町の元で働く魔物。上司の命令によって魔界からわざわざ出張して、今の仕事は子供探し。こいつ、ただ悪者やないか。いいね、かっこええな。ほらよ。ゲットしたぜ。合計120種類、結構集めたな俺。ブレイクモンスター欲しいな。まあ、どうせいずれゲットできるようになるでしょ、ブレイクモンスターも。じゃあレベルアップしますか。待ってよ。一応フリーパスも購入しといたんで、レベルガシガシ上がっていくと思います。ギャチガチね。でまあもうこいつ一匹いればもうレベル上げできるんで、仁王切りで全部いけるんでね。あとはもうこいつらでどんどん上げていく感じでいきましょう。フリーパスあったらすごい便利やな。何回でもいけるかな、これ。だから、精霊がなくなった瞬間、妖精がなくなった瞬間に、もう帰って、もう一回行くとかって言って、手段でね。8倍とか4倍ばっか狙っていけるんでね。よーし。家でやっぱフリーパス最高ですわ、これ。フリーパス最高。来た来た来た。この妖精の力、8倍来い、8倍来い。一発目から8倍来い。8倍来たらんかい。4倍でかい。てか、1個しかないんけ、ここ。まあ、ええわ。1個でもね、4倍ゲットしたらね、12万経験値ぐらいいけるから、うまくやれば。はぐれたら3匹ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。12万でかい、やっぱり。邪魔邪魔邪魔、君邪魔。君邪魔だな。これ逃げますね。倒したらキリないんでね。ザイガスかっこええな。魔法系のエースやな、こいつは。こっち側上がりますか。はぐれメタルは、はぐれメタルで行けば、絶対に逃げないというね。ほっ。ん?おった!よいしょー !3 体来い、3体来い。4体来い、4体来たことないけど、3体来い。せめて3体来い。うわ、少ない!あの、これダメ、ダメですね。こんなん意味ないで。頼むで来てくれよ。ブラザー邪魔や。メタルブラザー邪魔や。オッケーおった、はぐれメちゃん。はぐれメちゃん。3体来い。せめて2体。3体来い。いや、3体がっぺえな。2体が前か行くか。サミダリギリー。よいしょ。まあ、これで軽くレベル上げていきましょうか。まず1回。いや、うまいわ。経験値8万って。もうこれ一気にレベルアップするからな、これで。ほい、ドーン。おー、海坊主めっちゃ HP 高いな。いいよ、いいよ。守備高いな、やっぱ。両方。守備力やっぱ物を言いますからね、結局ね。耐久力ってすごい大事なんでね。耐久力なければもう何もできないですから、ベホマラ覚えとこう。賢さグワグワ上がるで。ガシガシ上がるで。500か。こいつもなかなかな。あれやな。よしよし。魔法系メンバーできるな、これで。極楽鳥。ていうか、あいつ合わせてな。よいしょ。行こう。いやー、これでちょっとレベルをね、全員まあ60ぐらいまで上げて、一気にちょっとやりたいとこですね。サミダレッキャリー。よいしょ。メラカイヤー!どれぐらいかな?うお、強っ!いいね、いいね、いいね。まだまだ上がりそうやな、あれはな。2万か。ちょっと少ねえな。よし。守備力どんどん上がれ、お前ら。妖精の力借りよう。一回帰ります。一回帰って、もう一回入ると。で、妖精復活でね。このコンボですよね。もう今回はもうレベル上げしてする気ないですから。次回ですよ。もう次回も俺ボス行きますのでね。このパーティー行きます。勝てると思ってます、正直ね。もう余裕なんじゃない?ラスボス。ガルビルス。もうガルビルスもそんな強なかったしな、よく考えればな。まあ確かにドルマータみたいなのは強かったけど、あれもね、もう力でご了承いけたんでね。4倍、いいね、4倍いいね。しかも3つぐらいあったから。今回はちょっと熱いぞ。一気にレベルさせてもらおうか。ほっ!惜しい!おったー。おられましたな、はぐれさん。3匹来い。頼む、3匹。頼むぞ。うわ、2匹か。行こう。
リオグランデ。お前、参加攻撃か。やるな、お前。強っ。ザイガスさんやるな、こいつ。やる。ハグリアで与えるダメージ。1から3回行動だからな、こいつ。強いな。3回動いた時はめっちゃ強いな、こいつな。守備と賢さがほんま高いわ。どんどん行け、どんどん行け。もうこいつは覚えるもんないわ。よーし、HP800 いったか。まあ、両方 HP1000 は欲しいとこやな、絶対に。1000あれば多分一発でワンパンで落とされることはまずまずなくなってくるんでね。基本的に一発で落とされるのがやっぱし怖いんですよね。うん、時間さえかければ、あれば、なんとかなると思った、俺は。正直。基本 HP って基本1枚以下だと思うんでね。2倍しょぼいな。2倍はしょぼいぞ。正直。2倍はちょっとしょぼいけど、まあ、一応ね。ハグルみたいに探しますよ。デーモンです。どうもすいません、デーモンでした。3匹来い。2倍なら3匹来い。来い、来い。あ、クソ微妙。サミダリキリー。よいしょ。メラガイアー。強し。上がってったな、ダメージ。4、500くらい来そうやな、こいつ。ブレーキ持ちやもんな、お前よくよく考えればな。よしよし。上がっていけよ。テレビ戦士くんまだ上がるで。HP で、うわ、全然上がらへんやん。やばいやばい。テレビ戦士くんの上がり悪すぎてやばいんやけど。まあ、よろしいですけどね。あと1個あったぜな、確か。あったあったあった。ちょっと8倍ぐらい来てくれよ、マジで。8倍で3匹倒し。一気にね、ちょっと上げたいですね。24万経験値欲しいって。頼むで。8倍来いって、ほんま。8倍欲しいんですよ。4倍、4倍、せめて4倍な。2倍!微妙やな、2倍は、ほんまに。2倍はマジで微妙よな。2倍はちょっと微妙いな。まずいからな、2倍って。3匹追ってやっと6万やもんな。まあ、ええけどさ。どこですか、はぐれちゃん。でも、このパーティーで負けたらちょっとやばいですね。相当またパーティー入れ替えないといけないですけどね。もう俺結構自信あるんですよね。正直。状態異常かけてくるやつがおったらもう一番熱い。混乱とか、眠り、麻痺。この辺が来てくれるとね、もうしっぺ返しで、それを跳ね返して、相手を状態異常にするというね。ちょっとせこい作戦があるんでね。でも、しっぺ返して効かへんとかないよな。多分効くよな、多分。どんだけでかい敵でも。まあ、マインド系やっても無理やけどな。マインドブレイクとかやったら。休み系は確かしっぺ返し効かへんから。麻痺、眠り、混乱ですね。まあ、毒でもええけど、毒も結構強いと思うね。効けば。ほらよ。サミダルゲレ。メラカイヤー。ドン。うわ、強っ。400ラウドだったぞ。やばいね。さすが。さすがメラガイアですね。オッケー、レベル2アップした。この2レベルがでかいんやって、これ。HP めっちゃ上がるからな、まだ。守備力がめっちゃ上がる。だからもう攻撃はできれば食らえへんぐらいの守備力欲しいよな。正直なところね。攻撃食らってもたらきついからな。通常攻撃はもうほぼほぼダメージ0ぐらいでいきたいんですよね。俺的にはね。うん。じゃないと多分ちょっとしんどいと思う。もう特技とか大技とかなんとかマータ系な。マータ系がマジで強いんやって、あれ。マータ系によって俺もね、正直ね、苦しめられてるとこあるんで、あのマータ系をどうやって防ぐか。まあ、身代わりがあれば1回分全部撃ってくれるんですけど、まあ、あれ爆裂剣のもう超強なったバージョンみたいなもんやからな。精霊の、やっぱり1個だけちょぼいって1個とか。どこ行った、どこ行った、どこ行った、あったあった。1個だけはちょっとしょぼいぞ。はじめ !2 倍 !2 倍とかいらんってマジで。2倍は微妙いな。もう2倍やる意味ないかなってぐらいのレベルやもんな。一応やるけど。お前、おるんかい、普通に。お前、そこおったん。お前、そこおったんかい。3手で行ってもだやんけ。逃げられた。逃げられた。逃げられた。あー、もったいなかった。え?一応ボーナス達成するやん、これ。なるほど。うわ、切れてもどこが。もったいねー。この上3手おるんや。なるほど、奥行かんでやんじゃ。マジかよ。クソやな、ほんま。クソ野郎やな、ほんま。いや、でも次回からのボス連戦楽しみやわ、この新しいパーティーね。まあ、前、多分ね、馬とかあの辺のね、あのボルケーノとかよりは強いでしょ、今の方が絶対に。まあ、特性も解放してるんでね。海坊主あたりがちょっと火吹いてくれたら一番熱いんやけどな、しっぺ返しでな。2倍。この上おるやろ、普通に。もうこの上はぐれみたらおること分かったからな。おらへんのかい。おるときおらへんときあるんか。多分おるやろ、どっかに。
探そう。はぐれさん、いないんですか？はぐれさん、いないんですか？おらへんな。おらへんっぽいな。クソやな、ほんま。こいつ芝子。まあ、エンゼルだよ。2倍はエンゼルだよ、もう。エンゼルスーパーカップでは。ほい。オッケー、結構いっぱい出てくるやん。尿切り。よいしょ。メラガイアザイガース。はい、いいね。ザイガース強えな、こいつ。3回コードたまにってやばいな。まあ、常時3回コードってやばかったけどな。まあ、それはまあ、ありえへんから話でな。経験値まずでも。ちょっとまずすぎたな。エンゼルあかんな、やっぱりもう。メタル。ハグルメタルってやっぱあかんな。なんかこれ、4倍、8倍じゃないか。いらんわ、もう。2倍はいらん。2倍あかん。もうこれ、もう1個取ったんね。お、でかそう、でかそう。なんか光がでかくない？これ、ほら、いったんじゃん、いったんじゃん、いったんじゃん。2倍かい！くそ微妙いな。2倍ばっかやんけよ、これ。ゴーン。2倍ばっかりはちょっと効率悪いで。まあでも、ちょっとは強くなりましたね。まああと6画界でちょっと軽くね、まあもう1段階レベル上げといて、それでまあ再度行きたいと思います。まあ全員のレベルまあ60ぐらい欲しいとこかな。正直。うん。60は欲しいな。何があるかわかんないんでね。まあほら、それはもう、70ぐらい欲しいところだけど、まあ、60でもいけそうな気がするね。60まで遠いからな、まだ。デーモンレベル上がりにくすぎ。テレビ選手がやばいな。まだ HP 上がるからな、こいつ、地味に。こんだけ HP 上がってくれたらやっぱやりがいがあるよな。もう今、地味に強さはね、お、1000超えた。まあ、60代ですね。やっぱ60ぐらいは欲しいとこやな、こいつら2人。60いけば多分 HP が、まあ、こいつも1000超える。絶対1000超えるんでね。1500ぐらいいけそうやな、ザイガス。まだまだ強くなりそうですね、こいつは。帰ろう。よし！はい、じゃあ今回ちょっと短いですけども、まあ、やることこれ以上も一緒なんでね。まあ、あとはレベル上げて、万全の体制で呼びたいと思い、いきたいと思います。まずだから、こっちが攻撃タイプね。打撃型。で、こっちが賢さ型ですね。超賢さ型タイプ。だからこっちはインテなんちゃら使って、もう全体、全員で魔法攻撃を仕掛けていく。スタイル。で、こっちは攻撃ね。まあ、どっちでも対応できるようにしておきます。耐久力はね、まあ、どっちも多分そこそこ、あ、こっちだと低いけど、まあ、でもこれ、守備力上がると思うんでね、まだまだ。レベル上がれば。まあ、そこそこあるんでね。まあ、どうなるのかってことですね。まあ、あと武器をちょっと作らないといけないんで、まあ、適当にまた武器作って、ボス戦、行ってみたいと思います。じゃあ今回はこれで終わります。次回ボス戦ですね。楽しみにしておいてください。じゃあ終わります。ありがとうございました。